はい、ということでね、格安電気の今日は第2話です。前回はちびまる子ちゃんの電気に切り替えると1万4000円の一時金がもらえた上に毎月の電気代が安くなるよっていう話をしました。で、この話をした後にもっとすごいのがあるよっていうふうに勧めてきた方がいるんで、ちょっとちびまる子ちゃんには申し訳ないんだけども、ちょっと待っていただきますって感じで、そっちのもっとねお得なプランを聞き取ることができるようになりました。これ14日にね、私のところにその話をしに来てくださる方がいるんですよ。まあ、ですんで、その彼ともうちょっとね詳しいことを聞いて、実際あと何名申し込めるのかなとかね、無制限に誰でもいいのかなってことを聞いてみようかと思います。まあ誰でもいいみたいなんですけどね。で、正式なお申し込みの時には申し込みフォームを作りますんで、そちらの方にいろいろとねご記入いただくことになります。記入はすごく簡単で、まあ先着順の先着を図るためにそれを作ると思っておいてください。今までもねお申し込みは何点かいただいたんですけども、その辺ご了承いただいて、まだね申し込みってことじゃなくて、私が聞いておきますよっていう段階にとどめさせていただきました。もうすべてね申し込みフォーム出された順番ということにさせていただきます。まあ10名ぐらい申し込みができるといいんですけども、場合によってはもうちょっと少ないかもしれません。なるべく1人でも多くの方がこの特典に預かれるように交渉してまいりますので、その辺受け止めます。よろしくお願いします。それでは、1月14日までちょっと待ってくださいね。ではよろしくお願いします。